こんにちは、神田です。今日はリクエストにお答えして、山口県のね、期待の星。まあ、というか、もう新潟県のね、期待の星になっている、藤原宗也選手について、お伝えしていこうと思います。まあ、藤原選手のプロフィールをね、触れていこうと思うんですけども、背番号が25番。出身地は山口県。もうね、山口県が誇るプロサッカー選手の一人として、本当にね、山口県が誇れるプレイヤーだと、神田はね、思っているんですけども、生年月日が1995年9月9日。出身校は、高校からね、熊本のルーテル学院に行き、大学は大阪の阪南大学。そして、ギラバンツ北九州で、プロへのね、道を歩んでいきます。2021年から、アルビレックス新潟に完全移籍で加入。身長169センチ。体重が59キロ。で、ポジションは、北九州時代は、ボランチを、まあ、大学時代もね、ボランチやっていたと思うんですけども、北九州の2年目くらいから右サイドバックをね、やり始めたんじゃないのかなと、神田のね、記憶が間違ってなければ、そうだったような気がするんですけども、で、藤原選手の特徴は、現代求められるサイドバックの要素を全て兼ね備えていると思います。今、現代サッカーでサイドバックがね、一番求められている過酷で複雑なポジションなんですよね。試合を左右する重要なポジションで、チームのね、戦術を左右する、ほんと重要なポジションと言ってもいいと思います。で、神田もね、サイドバックをやっていた時は、まあ、この動画というかこのチャンネルで何回も言っていますが、神田がね、サイドバックしていた時よりも、全然ね、役割、技術が求められるポジションです。で、藤原選手、まあ、堀米選手がね、すごいところは、まずはね、こう、ビルドアップするときに、パスをできるだけ、下げないようにする。相手のプレッシャーが、こうね、厳しいとき、前線のね、選手から、こう、パスがね、下がって、来て、パスをね、受けて、まあ、当然ながらこうプレッシャーに来るので、なかなか前にね、出せないと思ったら、大抵ね、一回センターバックにね、パスを下げがちなんですよね。他の、サイドバックの選手は。ですけど、藤原選手、まあ、堀米選手を含めて、プレッシャーがね、相手から来ていても、センターバックにね、パスをね、下げないんですよ。下げずに、ここボランチにね、パスを、つけるんですよね。ボランチにパスを出す。なんで、こうね、センターバックに、パスを下げるのが、まあダメじゃないんですけども、まああまり良くないのかというと、ビルドアップするチームにとって、新潟の前線の選手がね、相手のプレッシャーがきつくて、パスを下げているので、こうサイドバックが、またね、こうセンターバックに、パスを下げてしまうと、相手がね、より一層こうね、プレスをかけてくるので、センターバックまで下げることで、相手チームがね、こう全体のラインを上げてくるんですよね。そうなってしまうと、この一本のサイドバックからセンターバックのパスをね、下げてしまうことによって、相手にはめられてしまう。ボールを奪われてしまって、失点となってしまうんですよね。で、皆様ね、こう、ちょっと、思い出してもらいたいんですけども、まあ、大宮戦とかは、そういう場面で、相手のね、大宮のハイプレスによって、どうしてもパスをね、センターバック、後ろに下げてしまって、はめられて失点というパターンがあったんですけども、それがね、起こるんですよ。これを、藤原選手、堀米選手は、センターバックにね、下げずに、ワンタッチで、ボランチにね、つけるんですよね。パスを出すんですよね。で、ボランチにパスを出すことで、相手の全体のラインが、押し上げれないですし、相手のね、プレッシャーをかわすこともね、できる。まあ、それがね、やっぱ、藤原選手の魅力の一つ。で、もう一つ、あるんですけども、新潟はビルドアップするチームなので、
相手のプレッシャーがきつくて、サイドバックからこうね、センターバックに下げたとしても、結局ね、ビルドアップするときに、ボランチにね、パスを入れていかないといけないんですよね。で、一回、サイドバックからセンターバックをね、経由することによって、攻撃することに時間がかかってしまうんですよね。なので、藤原選手がね、こう、すごいところは、サイドバックから一気にね、ボランチに入れる。で、ボランチにパスがね、入ったことによって、サイドにね、こう、逆サイドに展開していくことができる。こういう風なことが、攻撃の時間をかけずにね、すぐに、こう、サイドに展開することができる。ここがね、やっぱり、藤原選手がサイドバックで出ている時に、本当にここ、ボランチのパス、相手のプレッシャーがきつい時に、ボランチのパスを入れることができる。ここが、本当藤原選手、そして堀米選手の、特徴、すごいところだなと神田は思います。で、そして、藤原選手がね、サイドバックからボランチに入れたら、高い位置を取って、サイドの選手も高い位置を取っていく。まあ、こういうね、ことを、できる選手、ポジションチェンジ、細かいポジションチェンジをしながら、新潟がビルドアップするときに、どうね、前線にボールを持ち運んだらいいかっていうことを考えながらやっている選手だと思います。で、こういう前への意識が非常に高い選手。で、北九州時代から神田はね、藤原選手を見ているんですけども、まあ、2年目のシーズンから、この前への意識、先ほど言ったけども、ビルドアップのパス、ポジショニングにしても、守備もできるだけ前でインターセプトしようという強い意識があったんじゃないのかなと思います。で、そのプレーを見て、おそらく新潟のね、スカウトの方は、藤原選手の獲得に乗り出したんだと思います。で、藤原選手のこうすごいところは、まあ、先ほどから言ってますけども、サイドバックからボランチに入れる、このね、斜めのパスを平然と通せること。結構ね、勇気いるんですよ。サイドバックから、こう、ボランチに通す斜めのパス。パススピードが弱かったら、これね、相手にインターセプトされますし、パスがね、強すぎると、ボランチが、こう、ファーストタッチしづらいかもしれないので、こう、パススピードがね、絶妙にね、上手いんですよね。まあ、それは、ほんと、堀米選手にも言えます。やっぱりね、こう、藤原選手、ボランチもしてたということもあって、こう、パスセンスもね、かなりね、あると思うんですよ。だから、そういったことで、新潟の、こう、サイドバック、そして今現在ね、求められてる、サイドバックの選手としては、本当にね、J2 の中でも、神田はね、まあ、アルビレックス新潟が好き、そして藤原選手が山口県出身ということも含めて、ありますけども、1位2位をね、争う、レベルの高さだと、神田はね、見てて思うんですけども、まあ、神田自身は今説明したプレーができなかったので、まあ、監督に上のカテゴリーで、まあ、勝負できないと言われたんですけども、まあ、藤原選手はこういうプレーを意識してやってることで、今のね、現在サッカーで最もね、重要なポジションと言われてる、サイドバックをね、任されてる、向いてる選手だと思いますし、まあ、ゲームメイクもできるし、チャンスメイクもできる選手だと思います。で、レノファ戦でのね、シーンなんですけども、サイドバックのね、ポジションなのに、中にね、こう自らドリブルで仕掛けていくんですよね。で、ワンツーもらって、サイドに展開して、ゴールにつながるシーン。で、サイドバックだからって、こう縦に行くだけではなく、どこをね、ついたら相手が困るのか、嫌がるのかを瞬時にね、判断できる選手。秋田戦のシーンなんですけども、サイドバックなのに、ここのね、ポジションで受けるんですよね。もうね、トップ下のね、ポジションをやっているんじゃないのかなと思うぐらい、ここのね、ポジションでよくね、秋田戦は受けていたんですよね。で、秋田の選手からすると、お前、サイドバックの選手じゃないのって、なんでこんなところにいるのって思っていると思うんですよね。で、チャンスと思えば、こういうポジションに入っていくし、縦横無尽に走り回る選手。それは、堀米選手も一緒だと思います。
まあ、藤原選手はあまり自分からこう積極的に発言するタイプではないんですけども、うちにね、秘めてる闘志はかなりね、熱いものを持っていると思います。まあ、北九州時代からずっとね、見てる選手なので、まあ、気が早いんですけども、来シーズンのね、残留交渉をぜひともね、神田をお願いしたいんですけども、どうでしょうか？こう、新潟のファン、サポーターの方。藤原選手をね、来年、ぜひとも、アルビレックス新潟に、残留、契約ね、公開していただきたいと思うんですけども、皆さん、その辺はね、どう感じてるのか、コメントの方でね、書いていただければ嬉しいなと思います。まあ、藤原選手のことについては、神田が見てて思ってることをお伝えしただけのことなので、まあ、あくまでも神田の見解ですので、まあ、見てる方がいて、全然、違うぞとか、そんなことをしてるっけとか、まあ、ちょっとね、意見が違う方もいるかもしれませんが、あくまでも神田の見解ですので、誹謗中傷、批判は、どうか、ご了承くださいということで、本日もね、長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。